柔道男子100キロ級のウルフ、アロン、25両徳寺大職、や、ケンショーネチョ、グハム、韓国、おやむり、五輪初出場で悲願の金メダルを獲得した。同階級では日本男子監督を務める井上高生が制した2000年シドニー五輪以来となる金メダル。伝統の階級で、 5大会ぶりに日本勢が表彰台の真ん中に立った。井上先生が取ってから、20年間金メダルがない階級だったので、僕自身が取り戻してやろうという気持ちで戦った。まだ実感はないが、最高です。優勝インタビューでは、涙をこらえながら、喜んだ。絶対に金メダルを日本に取り戻すと決意して臨んだ決勝だった。 そして、得意の時間帯で試合を決めた。延長戦に強く、体力も集中力も保てることから延長戦はウルフタイムと称される。本戦では勝負がつかなかったが、延長戦に入ると構成。そして9分35秒に大内狩りで一本勝ちを決めて、金メダルを獲得した。僕の持ち味は、 ああいう泥臭い柔道なので、最後まで、攻める気持ちを、貫いて勝つことができてよかったです。そして、分の悪い相手にも干渉し、練習量だけは誰にも負けない自信があったのに、接戦になればなるほど、持ち味が出てくると信じて、戦ったと胸を張った。ここまで順調に勝ち上がった。初戦の2回戦ではフラモフ、 ウズベキスタンに対して1分23秒に義で一本勝ち。さらに準々決勝でもパルチック、イスラエルから3分28秒に大落ち狩りで技ありを奪い優勢勝ち。最大のライバルと見られていた準決勝の第一シード、リパルテリアにジョージアに対しても2分41秒に大落ち狩りで技あり。 最後まで激しい攻防が続いたが、優勢勝ちとなった。試合内容に関しては試合に勝てればいいと考えていた。どういう結果でも勝てればいいなと思ったと技にはこだわらなかったが、柔道の聖地、日本武道館での勝利には、やはり思いが違う。子供の頃から、たくさんの大会をここでやってきて、東京五輪でも優勝できて、 とても感慨深いですし、支えてくれた家族、月見と、応援してくれたすべての人に感謝したいですと思いを語った。右膝関節炎及び関節水腫のために10年の全日本選手権を欠場するなど苦しい時期もあった。それでも膝が悪いところもあったが、リハミリもしっかりしていたし、 自分自身を信じるだけでしたと気持ちで負けずに頂点に立った。ウルフ、アロン1996年、平栄と2月25日生まれ、東京都出身の25歳。6歳で柔道を始め、千葉東海オーラ安高、東海大。15、16年の行動間配100キロ九連覇。世界選手権は17年優勝。 18年5位、19年銅メダル。19年は体重無差別の全日本選手権で初優勝した。両徳寺大職。左組。得意技は大内刈り、内股。東京五輪男子100キロ級代表。父が米国出身。1メートル81。